ものづくりなんで、あまり雑音が入らないところ、そして、種まきから藍とか紅を栽培するんで、そういう土地とそういうところをずっと探してたんですね。でたまたまこの赤崩れっていうところに、たどり着いたんです。で、ここは原野だったんですけどね、小川が流れてて、石を見たらものすごい綺麗な、で、あ、これはと思って、あと周りは全部自然だしね、で流れが常に切れることないっていうかね、その石が綺麗だっていうことで、流れがあるということ、これが染めにすごく適した、自分が思ってた場所だったわけですよ。それで、昭和50年から48年くらいに、ここの場所に、移り住んだわけですね。すべて植物の中には生命があるわけですよね。で、それをそこから色素をいただいて、それを染めるというなりわいに入ったわけですよね。染色の中で精神性というのがものすごく大事なんで、その感謝とかそういう生きたものを供養するっていうかね、そういうふうなことに思いを馳せて、草木供養塔という拓本に手を合わせて仕事をするんですよね。Thank you.
やっぱりね、これから続けていく人はね、やはりそういう今話したようなことの本質、ものの持ってる本質、それの見極め方、それを するために自分で作っていく、飼育していく、原料作りをしていく、そういうことをやっていくことによって、経済的には大変だけども、そのものづくりにとっての一番大事な心の豊かさみたいなものが、こうなんとかこう伝わっていけばいいなというふうに思ってますよね、うん。だから自由さはあるんですよね、この自然の中で。だからそういうことを分かるというね、まあ難しいことだけども期待をしてるわけですよね。